昔々あるところに、光の一族ルーメンの賢者と闇の一族アンブラの魔女という不思議な力を操る一族がおりました。賢者と魔女は争いを避けるため厳しい掟でお互いを遠ざけていましたが、ある賢者と魔女が掟を破って結ばれ、一人の子供が生まれました。それは宝石のように美しい女の子でした。でもお父さんの賢者は罰としてどこか遠くの地へと追いやられ、お母さんの魔女は暗い牢獄に一生囚われることになってしまいます。女の子は魔女の村で育ちましたが、周りの魔女たちはみんな生まれた女の子を忌み嫌いました。そんな女の子のただ一つの希望は、周りの目を盗んで牢獄のお母さんに会いに行くことでした。お母さんは狭く冷たい牢獄の中でも女の子には微笑みを絶やさず、無限の愛情を注いでくれました。しかしその小さな幸せも終わりを告げる時がやってきます。女の子がちょうど10歳を迎えた日、お母さんはもっともっと暗い闇の底に封印されることになったのです。女の子はお母さんを助け出そうと必死に追いすがりますが、そのか弱い力ではどうすることもできず、一人ぼっちになった女の子を慰めてくれるのは、母親が作ってくれたぬいぐるみのチェシャだけでした。それから月日が流れて、少しだけ成長した女の子の姿が町外れに住む一人のはぐれ魔女のもとにありました。女の子は今そのはぐれ魔女と暮らしながら厳しい修行に打ち込んでいます。いつの日か強い魔女になってお母さんを助け出すことを夢見て、女の子の名はセレッサと言いました。急がなくちゃ。何か見えてきた。ここは。不浄の神。やめて、もうやめて。バビーセレサ、何をしている。急げセレッサ、時間がないぞ。この機を逃せばお前の母親とはもう二度と。ジャンヌ
方のないやつだな。行くぞ、ついてこい。こっちだ。ここから先は。待って、ジャンヌ、私一人じゃ。だけど、それは毎晩のように見る悪夢でした。でも今日の夢はいつもと少し違っていました。セレッサはそれを友達のチェシャに話してあげます。不思議な男の子が現れて私にこう言ったわ。
アバロンの森に行けば力をくれるって。その力があればきっとマミーを助けられる。だけどあの森は。アバロンの森には人を襲う妖精が住んでおり、決して近づいてはいけないと固く禁じられていました。セレッサ、何をしているのです？そこには師匠のモルガナがしかめっ面で立っていました。仕事もしないで居眠りするなんて、随分と余裕があるようですね。ごめんなさいモルガナ、ちょっと一休みしていたらいつの間に、そう言いかけるとモルガナは厳しい目つきでセレッサを睨みます。すぐ取り掛かるわ。そうは言ったものの、セレッサはアバロンの森が気になって仕方ありません。それに気づいたモルガナはセレッサに厳しく言いました。セレッサ、あの森がどうかしましたか？まさかあの森には恐ろしい妖精たちが住んでいるのです。絶対に立ち入ってはいけませんよ。そんなこと分かってるわ。では日が暮れる前に残りの仕事を片付けてしまいなさい。はい、まずは水汲みよね。返事は短くなさい。モルガナは厳しい師匠でしたが、セレッサは彼女のことが好きでした。モルガナもセレッサと同じように魔女の一族から追放された身の上で、身寄りのないセレッサを引き取ってくれた恩人。日々の仕事もセレッサにとっては修行の一部。セレッサはモルガナの期待に応えるため近くの井戸へと向かいました。水を汲み上げ運ぶ、ただのお手伝いのようですが、これは力加減とバランスを鍛えるアンブラの魔女秘伝の訓練の一つなのです。
水がたっぷり入ったバケツを渡すと、モルガナは満足げにうなずきます。次は調合に使うハーブの収穫です。そう言われてセレッサは思わず苦い顔をしました。セレッサの苦手な仕事だからです。何か不満でも？そんなことないわ。セレッサはおとなしく畑へ向かいます。モルガナが育てているハーブはただの薬草ではありません。それはとても嫌な匂いを放つ魔界の植物なのです。普段は日光を避けるため地中に潜んでいますが、魔力を与えてやれば一斉に飛び出してきます。うまくいってセレッサは大喜び。いつもは魔力をうまく使いこなせず失敗ばかりだったのです。モルガナもきっと驚くわ。あれ？セレッサが上機嫌で収穫を始めようとすると、庭の隅にきれいな花が咲いていることに気がつきました。あのお花、モルガナに似合うかしら。なければ好きになれるんだけどな。セレッサは中身がいっぱいのカゴを得意げに渡します。見てモルガナ、今日はこんなにたくさん収穫できたわ。それから綺麗なスミレが咲いてたからモルガナに似合うかなと思って。カゴの中にはスミレの花輪が添えてありました。でもモルガナは顔色一つ変えず、いつもの調子で言いました。このくらいの収穫はできて当然です。この程度で浮かれないように。それからセレッサ、今日は髪の艶が鈍っているように見受けられますが、まさか手入れを怠っているなんてことはありませんよね。
そんなことないわ。今日のお手入れはまだだけど。いいですか、セレッサ。アンブラの魔女にとって髪は魔導器の一つであり、悪魔を呼び出すために必要なものでもあります。ですから魔女にとって己の髪は命と同等の価値を持つのです。当然わかっていますね。もちろんよ。訓練までには必ず手入れを済ませておくわ。よろしい。では仕事の続きに取り掛かりなさい。急がないと日が暮れてしまいますよ。そう言いながらモルガナは家の中へ戻っていってしまいます。はーい。モルガナの厳しい態度にセレッサは落ち込むこともあります。でもセレッサはモルガナの厳しさの中にちゃんと愛情があることを感じていました。残りの仕事も頑張ろうと気合を入れ直し、セレッサは家の中へと向かいました。ふう、そろそろ訓練の時間ね。早く広場に行かないとモルガナに叱られるわ。仕事を終えると日課である魔導術の訓練が始まります。今日の訓練はこれまで学んできた召喚術をついに実践する日でした。今日の訓練はこれを使います。それは思わず目を奪われるようなキラキラと輝く魔導器でした。これは未熟な見習いを補助するための魔導器です。その上今日はキサラギの満月の夜、魔力が最も高まる日ですから、悪魔を召喚するのにはうってつけです。わかりましたか、セレッサ。今日は一段とやる気に満ちていますね。まあね。召喚術を成功させようとセレッサは気合十分です。バタイバントーズ。いつになく順調にセレッサは召喚の手順をこなしていきます。そしてことになりました。悪魔は髪の毛に宿して召喚しなければ操ることはできません。住んでのところで悪魔は消滅しました。宿るものがない悪魔はやがて魔力が尽きて死んでしまうのです。今日の訓練はここまでにしましょう。もう一度やらせて。次は絶対に。モルガナはセレッサの言葉を聞かずに背を向けてしまいました。悪魔を恐れる魔女がどこにいますか。この訓練はあなたにはまだ早かったようですね。モルガナは魔導器をしまっておくようセレッサに言いつけてその場を立ち去りました。モルガナがいなくなった後、セレッサは友達のチェシャに今日あったことを話して聞かせました。
早く一人前の魔女になりたいのに。そしたらすぐにでもマミーを。その時夢の中で不思議な少年に言われた言葉を思い出しました。僕が力をあげる、お母さんを助ける力を。アバロンの森に来てよ。そうよ、アバロンの森に行けば。ですがアバロンの森には絶対に立ち入ってはいけないとモルガナに固く言いつけられています。モルガナはいつも森は危険です、入ってはいけませんなんて言うけど、そんなに危険な場所なのかしら。まだ子供だと思って大げさに言っているに違いない。そう考えるとモルガナへの不満がふつふつと湧き上がってきます。モルガナってばちっとも私のことを褒めてくれないのよね。魔導術がうまくいった時だってそう。そうやってシェシャに愚痴をこぼしていると身につけていた魔導器が目に入りました。なんてこと言うの。魔導器を勝手に持ち出すなんてまたモルガナにお尻を叩かれるわ。けれど今ならモルガナの目を盗んで森に行くチャンスです。そうよね、さっきだってもう一度チャンスをくれてたら成功できたのよ。悪魔を召喚すれば妖精たちなんてへっちゃらです。私森に行くわ。無事に帰ってきたらモルガナも褒めてくれるはずよ。さあ行きましょう、チシャ。セレッサはこれから自分がすることを考えて少し怖くなりました。でも湧き上がる好奇心が彼女の背中をぐっと押します。こうしてセレッサはモルガナの言いつけを破ってアバロンの森の中へ駆けて行きました。それが自分の運命を大きく変えることになるとも知らずに。